時計はきっかり午前1時。なるほど、眠いわけだ。普段は日付が変わる前にはベッドに入るのに、今日はまだ髪の毛が乾いてすらいない。お風呂でうたた寝をしてしまった結果がこれだ。というか、うたた寝するくらい今日は疲れていた。少しふやけた肌に振りかける化粧水は残りわずかだったから、明日こそ買いに行かないと。ミネラルたっぷりの麦茶を飲み干して、髪の毛をタオルで拭きながら、携帯で今日投稿しようとしていた写真の編集をしていたのだが、ああ、私の集中力が行方不明だ。早く帰ってきて。なかなかこれっていう形に決まらない。これ以上遅くなるわけにはいかないの。急ぐんだ私。あ、ハッシュタグ間違えた。うまくいかないときはとことんうまくいかないものだ。諦めて投稿した写真にはやはりコメントはつかない。こんな時間だからしょうがないのかもしれないけど、頑張っても報われないときってある。でも続けるのが大事なんだ。そうなんだ。と無理に自分を納得させていれば、ちょうどよく携帯が光った。いいねが一件、コメントはない。でも送ってくれた相手を見て心臓が震えた。一呼吸置いて鳴る呼び出し音。彼は仕事で夜が遅く、普段は私と生活時間がずれているから、会えるのは休みの日だけだし、電話もほとんどしない。それなのに、画面に表示されているのは彼の名前。もしかして、私の部屋に監視カメラでも仕掛けてある？こんな時に電話をかけてきてくれるなんてずるいよ。もしもし？と恐る恐る口にすれば、やっぱ起きてたか、よかった、と耳元で彼の声がちゃんと聞こえた。今日は仕事が早く終わって、帰り際私の投稿に気づき、まだ起きているかもと思ったのだという。お疲れ様と伝えると、彼はそっちもねとふんわり笑った。あー、この笑い方が好きなんだよね、癒されるな、なんてちょっと悔しいから口には出さないけど。黙った私に彼は驚くことを言ってきた。早く帰れたとはいえ、今日はすごく疲れてさ。でもさっきあげてた写真に癒されたし、こうやって話もできたし、今日って実はいい日だったな。まったく、彼は今日をどれだけひっくり返してくれるつもりなんだろう。彼はいつもと同じく何も考えずに言葉を発しているんだろうから、私が今どれだけ嬉しいかなんてわからないよね。同じだよ、なんて泣いちゃいそうで絶対言えない。あはは、やだ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 、もっと好きになっちゃうじゃん、バカ。電話を切った後も残るじんわりとした頬の温度が、幸せすぎてにやけてしまう。ただいま午前1時45分。